中田翔さん中日は保険、本命はソフトバンク。元パリーグ球団監督が語る中田は巨人対談を選ぶからには移籍先の当てがあったのでしょうが、それが中日なら保険だと思いますよ。元監督が本命に挙げるのは山川同様、ソフトバンクだ。条件面ならどの球団にも負けないでしょう。オリックス打倒のためには補強費は惜しまないようです。中田には3億円からの上積みさえあるかもしれません。子供の学校の問題は在京のロッテ以外、単身赴任すれば解決という点では同じで、ソフトバンク入りの障害になるとは思えません。本番時は山川だけで十分。近藤中田合わさったらチームへの影響すごそう。さすがにいらないだろう。中田山川が居並ぶ暗黒バンクを見てみたい。すごい。そりゃ中日には縁もゆかりもないからな。3近藤、4山川、5中田、ビューティフルクリーンナップ。解析ならさすがに巨人も年俸負担でも何でもしてトレードまとめてそうやけどな。お育成選手に出番ないね。趣味ドラもビシエドと中地がおるから中田いらんやろ。ソフトバンクが取るなら戦力外じゃなくて FA でよかったろ。近藤がくもっちゃん。中田は立浪さんと新婚あって慕ってるはずなんだが、中田と山川が並ぶ打線見てみたいな。ポジションの被る山川いたらいらんやろ。そもそも中田って出場機会のためなんやろ。金なら残るだけやったし。有原が完投して近藤と中田がホームラン打ってに、ゼロで勝つ試合みたい。ソフトバンク以外保険なのになぜ中日だけ保険とはっきり書かれてしまうのか。出番欲しいならソフバンはないと思うけどな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。